こんばんは、渡辺翔一です。結構人が日中になると混む公園です。桜が今日ようやく咲いてきて、明日から明後日にかけてね、満開っていう感じになっていきそうなんですけど、あと3時間ぐらいするとね、雨が降ってくるっていう予報なんです。今が深夜の1時38分っていうことなんですけど、まあ人がいない間、雨が降ってない間にね、どうにか夜桜を撮っていこうっていうのをしていきます。まあいろいろフィルターとかも紹介しますのでね、見ていただければというふうに思います。それでは、声が響いてもいけないのでひっそり行きますが、行ってみましょう。では、三脚を立てていきます。よいしょ、これで行っときましたね。はい、レオフォトの LS285C にギア運台G3 っていうね、いつものコンビでございます。で、ストーンバックがこういう風にね、あるのがなかなか使いやすいと。で、アルカをしっかりはめて、今から撮影です。ホワイトバランス4500にしてます。もうちょいセンター陣取ろうか。ちょっと電柱とか気になるところも多いので、軽くかわしてね、撮っていきます。三脚を立てているので、しっかり絞ってね、撮っていきましょう。11まで絞ります。ISO 12800もいらないので、400ぐらいにしておいて、ガバッとシャッター開けていきましょう。この辺にピント合わせて撮っていこうかな。はい。これだけね、真っ暗ですが、夜ピントが強いっていうこともあるのでね、しっかりピントは合います。若干右が飛ぶかもしれないので、ちょっとだけ下げよう、露出を。5秒。これで撮っていきましょう。それでは1枚。はい、5秒経った。はい。綺麗に撮れましたね。うん。綺麗に撮れたんですが、まあ、今回の趣旨としてね、はい、LPRF、これを入れていきます。ライトポリューションリダクションフィルターっていうことでね、はい、82のリングにつきます。よいしょ。はい、手に。これではめていく感じ。どうでしょう？もう見た感じでわかりますかね？この、ね。さっきのこの状態で見ていると、さほど色かぶりをねしている感じっていうのもしないんですけど、いざねこのねライトポリューションリダクションっていうのを入れると、どうでしょう、むっちゃすっきりしません？色、ほらほら、どうだ、むっちゃすっきりしませんよっね。やっぱこう見ると綺麗そうに映ってても、街灯の光の色っていうのが黄色めにね全体的にかぶってるのがお分かりでしょうかよ。これでね、被りがなくなっていってね、ちょっとまあ、ブルーから、これは黄色を減らして赤をちょっと入れるっていう感じのフィルターです。なのでね、光害っていうのをカットして、星とかを撮るときに有効なフィルターっていう感じです。後ろの信号機の赤がいい感じだね。ほら。うん。っていうので、これをね、つけていった方がいい感じに仕上がるぞということなのでね、これをつけていきます。しまった。ほら、どうだ。こういう感じでね、引きましたということです。では、まあ、さっきと同じね、ピント位置持っていっての1枚切りましょう。まあ、人が結構こういう風にいそうな公園でも当たり前なんですけどね、夜中の1時とか2時に来たら、そりゃ写真は撮れるぞっていう感じです。いいね。このままちょっと望遠とかを活かしながらいろいろ撮っていきたい。で、色かぶりっていうところで言うとね、やっぱりこのライトポリューションリダクションっていうのを使うといいですね。ぐーっと前に行って圧縮効果でちょっと下げて、こんな感じかな。ちなみにね、今夜なのでシャッター音っていうのは消してます。はい、桜の位置、花の位置が結構高いので、三脚をもっと高くします。一番伸ばそう。はい、一番高くした状態がこれですと。こういう風に街中で撮ってる写真なんかは、街灯とかもうまいこと借りるといいかなっていう感じです。もっと下がってもいいね。もっと下がると前のこの枝が入ってきちゃうんだ。ちょっと前に出ようか。まあ、電柱がバッと入りますが、このまま行っちゃいましょうね。これで、すごい細かいね、構図合わせっていうのができるからものすごくいいですね。F11 まで絞って、がっちり撮っていきましょうということです。うん、綺麗ですね。
若干この辺は飛んでるのかな。やっぱ街灯がだいぶ強いんで、もうちょい暗くしましょうか。後で現像で引っ張ってあげた方がいいかもしれません。5秒。ちょっとだけ動いていきます。この辺の青い遊具とかも入れていきたいんだけど、この辺まで下がったらいいかな。うん、これぐらいでいいか。広角感がちょっと出るね。光がなくなってだいぶ暗くなっていくので、ちょっとね光を入れましょう。 F11 まで絞りのちょっと低くしようか。はい、こんな感じです。ここはもっと下がりますね。アングルこれぐらいでいきましょう。一番下げよう。一番下げました。はい、いいね。こんぐらいか。うん、で、案外ベンチが綺麗にいくかもしれないので、ベンチを入れていこう。このね、このベンチと、うん、こんな感じ。まあ、こんな感じで思っていたよりも、そのスローシャッターっていうのをやってあげることによって、都市のね桜でもこの街灯に当てられて意外に光る、意外に明るくなりますっていうのがあります。うん、いいんじゃないでしょうか。うん、この辺もねちゃんと行ってますよね。まあ、あとはアプローチ的には花が高い位置にあるんですけど、しっかりと三脚っていうのを伸ばしていって、高いところにある花っていうのも捉えていきたい気持ちはある。この辺のところからよいしょ、まあ逆光気味ですね。逆光気味にして撮っていくっていうのをしたらどうなんだという話。あのシャッターが15秒とかそういうのになるので、結構もう精度の高い撮影っていうのを心がけていっていただいたらいいかなというふうに思います。まあ、あの日中と違っていいのは、全然あの他の人のことを気にしなくていいっていうのはものすごくいい。うん、で、こういう風に枝っていうのはもう真っ黒になりますのでね、枝ぶりっていうのをしっかり入れて取っていくと。で、電柱電線っていうのはやっぱどうしても気になるところではあるから、こういう風にね左に覗いてくるんですけど、ちょっとね弾いてあげた方がいいかな。うん、で、日中と違うのは、その光源っていうのがいろんなところにある。まあ、太陽ほどね、強い光ではないんですけど。で、緑がちょっとうるさいので、この辺だけを取っていった方がいいかな。で、ここはもうガーッと広げようか。F4 開放なので、開放にしてあげて、よ、拡大してしっかりピントが合うか、やっていこう。よいしょ。っていうのをやると、うん、結構白飛び部分は多いんだが、あー、ブレおるね。むっちゃブレだね。もう一回直しましょう。こんなブレた。むっちゃブレだね。揺れてるね。揺れてるから、拡大で撮るときは、20分の1か30分の1ぐらいは欲しいよね。そうなると、あー、結構数ありますね。25,600。したらなんとか止まっていくような感じ。若干さっきの写真に比べるとノイズがねこうやってね明らかにこのね出てくるよね。ほら、うん、この辺は若干悩ましいな。意外に風があるんか。フラフラしてるね。フラフラしてますね。フラフラしてないところをちょっと探してあげよう。先っちょは割にフラフラしてるな。そんな風があるような体感ではないんだけど、この辺は揺れてないね。もっとやっぱ ISO はねできるだけ上げたくないのでね、4秒とかで撮れたらいいですよね。うん、撮れそうだね。これまあ撮れそうなんで撮ってみましょう。よいしょ。うん、綺麗に撮れたかな。もうちょっと絞ってもいいぐらい。5.6 ぐらいにしとこうか。
600までいってもいいな。この辺の ISO っていうところもそうなんですけど、 ISO をねどこまで上げても自分自身が許容できるかっていうところはそれぞれ幅をね持っていた方がいいと思います。さっきみたいに ISO25,600 みたいなところになるとだいぶ極端じゃないですか。だからこの辺のねノイズ感っていうのがやっぱりちょっと許しがたいなっていう人は大半だと思うんですが、まあ今ね撮ってるのが ISO800、 まあ800ぐらいだったら今のカメラだったらどこで撮ってもね大丈夫は大丈夫だということはできると思うんです。800、1600ぐらいまでは大丈夫で、そこから1段上がって ISO3200、 そっから6400っていうところに行くとね、だん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 あのノイズが増えてきたり色っていうもの自体が出なくなっていったりっていうところにつながっていくので、ちょっとその辺だけリスクですね。だから、自分自身は、3200まで OK なのか6400まで OK なのか、まあ、あるいはスナップがメインだから12800でもとりあえずピントさえしっかりあって露出が合っていればいいよっていう感じの考え方なのかね。その辺はあの人によって撮るものとか撮影スタイルっていうのがみんな違うと思うのでね、許容範囲が3200、6400、12800っていうことで、たかだか2段3段の世界ではあるんですけど、描写とか後で上がってくる画質的なところで言うと結構変わってきますので、まあ、ご自身の基準値っていうのをこういう夜の撮影とかを通してね、持つようにしてください。でこの辺の基準値っていうのが具体的に持っていない方は1600とか3200とか結構その辺でね、あの ISO 感度上げるのをやめる人は多いと思うんですけど、あなたのカメラ 12800、25600 まで上げられるカメラっていうのが大半だと思いますので、そこはぜひね一回12800荒れるよね、25600荒れるよね、それは当たり前のように荒れるから使えないよねっていう前提があるとは思うんですけど、一旦その辺で撮ったことがない方っていうのはせっかくね機能としてあるので、ぜひ撮ってみて試してみてください。でその結果としてやっぱり25600は使えないな、12800はきついなっていいじゃないですか。とりあえずねそこを体験してみよう、体感してみようっていうところです。じゃあもうちょっとあのさっきの桜がねたくさんある方に戻っていこうかなっていうふうに思います。ここからこういう感じで近づいていって、下から見上げるとかね、まあ、この辺のね椿とかも結構綺麗な感じで来てるので、この辺と合わせてもいいんですけど、まあさすが公園というだけあってね、看板がかなりうるさいので、この辺の看板っていうのを、こういう風にね、ほら、木で隠れるんですよ。隠してもいいかなって感じ。まあ、この辺のね、遊具とかベンチが映るのはやむなしっていう感じかなっていうことですね。うん。じゃあ一旦、設置に戻ってみましょうかね。うん。ライトのね位置とかも見ながら結構光ってる。もしね街灯がないとこだったらこういうようなあの自前のライトがねあったらそれでもいいです。それでこういう風にね桜に当てていっても光っていくというのを液晶で見せたいな。うん。ちょっとね暗くしといてもこれでこう当てればね光っていくじゃないですか。ほらわかります？ほら全然違うでしょね。この方はやっぱり色は綺麗に出るね。これ色やっぱ綺麗に出てないか。影のね出方とかだけあんま不自然にならないようにだけ注意。光のね量もこれぐらい変えることができます。弱いでしょからの強い。強いとやっぱドーンって当てるとねのすごいのっぺり感影感っていうのが出すぎる部分っていうのがあるので、まあやっぱ街灯よろしくないとこう、うん、薄めにね当ててあげるといいかもしれない。薄めにねちょっとだけ光量入れて薄めに当ててあげるといいかもしれない。というので、あすごいすごいっすよ。ほら見えるかな。カメラの上につきました。ケージなんでねつきました。こいつは便利だ。これあるなしで撮ってみようか。なし。開放しよう。あり。光強いかな。なんかあるとほんのりピンクにはなっていく感じ。ちょっと光強い感じしますね。薄く当てよう。薄く。こうやって見るとねチラチラやっぱ揺れてるんですよね。だからピックアップで行く時っていうのはもうちょい ISO 上げて触れないようなスピードでやってあげた方がいいと思う。うん、ある程度ビチっていきましたね。ちょっと風だけ注意ですね。うん、綺麗に撮れてる。うん、やっぱこれぐらい違うね。色がちょっと出る出ないっていうのはありそう。で、こっからガバッと行ってあげて、上を見上げて、遊具がドカンと入ってくるからちょっと消した方がいいよね、青いのは。ないと、こう。
これでもね、夜感は出て綺麗なんですけどね。よっ。ちょっと明るすぎるか。よいしょ。ちょっとディスプレイを綺麗にします。下の方がね、ざわざわしているので、もうちょいね、綺麗に見えるようにしていこうと思って。どうしようかな。もっと寄っちゃって、幹で見せた方がいいかもしれないですね。幹で見せます。隣の倉庫みたいなやつもね、あるんですが、この辺も潰していこう。で、後ろの看板は木に隠す。この木自身に隠して、こんな感じ。で、ぐーっと上に上がってこう。上がっていって、もうちょい幹のこっから出そうかな。こんなもんかな。難しいね。木のなんか逆、この辺とかは当たんない方がいいかもしれないですよね。ほら。電柱を弾いてこう。これで見せるか。ここで、こういう風に当てると、せっかくのね、この木の立体感みたいなものがね、こっちからライトが来てるんで、こう光が当たってきて、こっち側影になってるじゃないですか。わかるかな。こういう風にやって影を消しに行ってるような感じになるので、同じような方向からこう光のね、向きを変えていってあげる感じ。こんな感じ。ちょっとこのアングルを変えるだけでだいぶ変わってくるので、こっち側にこういう風に逆に当てていってもいいかもしれないね。こんなんね。こうでもいいかな。これで当ててこう。花自体はキューッと当たって綺麗になった。下がってもいいかもね。この辺でいろんな味付けができるようになっていきます。すごいな。だいぶカメラ上に向いてるね。こういうなんかケージっていうのは本来動画用ではあるんだけど、このいろんなね、ものが付けられるようになるので便利かも。はい、それではね、続いてなんですけど、ここにね、綺麗な椿、ピンク色の椿がボーンとあるので、椿と桜っていうのを一緒に入れながら撮っていきたいかなっていうふうに思います。電気はね、チラチラあるので、この椿自体も結構ね、明るくはなっている。もうちょい近づこうか。この辺のピンク可愛いよね。この上の。茶色くなっちゃってる花とかが出てくる感じではあるけど。上のこのピンクは可愛い。看板がドカーンと入ってきちゃうけど、あるんだから仕方ないって感じだね。ああ、ここは絞ります。シャッター10秒とかにしてね、ゴーンと行きましょう。おー、いいんじゃないですか？この距離感の比率だったら11で撮ってもピントは合わないですよ、当然。だからここにピント合わせようとするのであれば、遠くからもっと望遠でキュッとね、行くような感じです。ちょっと僕はカメラからアウトするかもしれない。標準域で見ると、この距離感じゃないですか、この距離感。この距離感、いいかもしれないけどね。スマホだからピントが合ってるだけだね。で、こっからギューッと下がっていって、下がっていって、このぐらいから、超広角で撮ってみるみたいな、超広角じゃない。これぐらいから、望遠でギューッとね、撮ってみるっていうのがいいかもしれないですね。24-120でどこまでできるかわかんないんですけど、やってみましょう。もうちょいね、ぎゅーっと来て映ってるかな。アウトするんじゃないかな。このぐらいかな。このぐらいからドゥーって120。これで距離感的にはね、これでいいんですけど、綺麗に映ってて、その圧縮効果的にもね、結構ベストな感じで出てきてはいるけど、電柱強いな、これ。グランドなんですけど、そのグランドのネットを張る柱、強いね、ちょっと。しょうがないね。だんだん眠くなってきました。今が、2時23分、1時間弱ぐらい撮影をしている、こんなところで。
そりゃな、大阪で深夜2時って言ったらこういうこともあるってさ。いろんな人がいるよ。おお、はあ、もう綺麗に撮れてるかな。難しいね、でも。僕の声じゃないよ。はあ、まあこれぐらいが一番シンプルかな。やっぱあのこういうとこ広角で撮ると結構難しくて、いろんなものがね入ってきすぎ、かつなんか右端に柱がねバコーンと立っているので、あんまり広角で撮りすぎると柱がねこう広がっていっちゃったり狭まっていっちゃったりっていうのがあるので、柱がビシッとねなっている方が、まあ見た時に気持ち悪くないっていうのがある。なので、まあ一番最初に立ったこのポジションが王道的に一番綺麗に決まるかなっていう感じにはなっちゃいますわね。もう一枚丁寧に撮ろう。眠くなってきた。まあでももう1時間ぐらいしたらね、雨が降ってくるんですよ。明日はね、撮れないから。わあ、美しい。うん。ほら、どうでしょう。美しいよ。見えるかな。いいでしょう。F11-400。 眠くなったんでやめましょうか、もう。ということで。よし。はい。というかね、疲れてるわけじゃないんですけど、眠いっす。もう夜のね、2時半ということで、なんか途中ね、歌を歌う人が現れましたけど、いいですよね、こういうの。本当にいいよ。こういう風にね、あの都会にいても桜をね、独り占めできるっていうのは本当に素晴らしい。ただむちゃくちゃ眠い。眠い。よし、ここで顔は光るかな。うん、こんな感じでどうでしょう。これで、あの、顔がむっちゃ白くぶっ飛んでたら、お笑いですけど。はい。まあ、こういう感じでね、夜桜の撮影っていうのをしっかりしました。人がいるときいないときっていうシチュエーションはあるので、都度ね、あの、最適な撮影の方法っていうのをしていただければいいんですけど、まあ、しっかり綺麗にやっぱ撮っていこうっていう風になるのであればね、まあ、こういう基本的に桜のライトアップっていうわけでもないじゃないですか。普段の桜があろうがなかろうが、このライトですよ。うん。このライトなんですけど、こういうところでも綺麗に撮っていこうかなっていうところを意識していくと、まあ一つ三脚をね、なしで撮っていくのであれば、まあ手持ちで、撮っていこうということでね、絞りをなるべく開放にしていって、光がね、当たっている桜っていうのをしっかり探してあげるっていうのをしてください。で、それをしっかりと撮ってあげるっていうのをすれば、まあ手持ちでもね、綺麗な写真を撮ることができると思います。まあ光がね、当たってないとどうしても、ね、あの今の私の顔もそうですけど、光が当たってるか当たってないかでね、あの色の出方っていうのがやっぱ全然違ってくるとは思いますので、うん、光が当たってる子をしっかり撮ってあげる。光がね、当たってる当たってない、まあここで言うとやっぱ上の方の桜とかっていうのはね、光が当たらないようにはなってきてるんですけど、そういうところでも綺麗に撮っていこうということを考えるのであればですね、こういうふうにまあ三脚をしっかり立てて、撮っていくっていうことが大事になっていきます。そこはもう夜の風景と一緒ですね。ただ、桜ね、拡大とかしたら結構わかるんですけど、今もうほぼね風はないんですよ。ほぼ風はないんだけど、結構この桜自体はね、チラ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 揺れてるっていうのがわかるので、拡大してね、大きく撮るときだけ注意してください。ズームして撮るときね。うん。それ以外のところで言ったら、まあほぼほぼ広めの風景として撮るんだったら、まあ多少ね、ブレてたりしてもご愛嬌っていうか、木のね、幹はしっかりバチッとね、ブレずにいるはずなので、風程度じゃ。うん。だからそういうところを大事に撮っていただければ、問題はないかなという感じなのでね。
まあ、今日なんかは黄色みがかったね都市の光っていうのから黄色を取っていくっていうので LPRF っていうフィルターを使っていますけど、まあ、こういうね通常の光害カットして夜星を取っていくようなフィルターになるんですけど、そういうフィルターっていうのも、夜景を取っていく、全般にあたってはまあ有効になってくるので、まあ、そういうところもぜひ、お持ちの方は使っていっていただければいいかなというふうに思います。都市部だったら10時11時電車がある時間だったらまだ元気にたくさんの人はいるのかもしれませんけど、こういうふうにね1時2時っていうねあのぶっ飛んだ時間に来れば人なしで撮ることっていうのはできますので、大声をあんま出さないように地域の皆さんにご配慮の上撮影を楽しんでいただければいいかなというふうに思います。まあこういう感じで、若干ちょっとマニアックな話になりましたが、こういうね撮影のチップスとかそういうことをやっていきますのでね、動画見逃しのないようにチャンネル登録していただいてよろしくお願いします。まああのコメントとかもねしていただけますととても励みになるのでよろしくお願いします。はい、まあ、写真教室うんぬんニコンカレッジとかも含めねいろいろやっておりますので、そちらの方もぜひ覗きに来ていただいて会いに来ていただければというふうに思います。それでは、今回もご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でねお会いしましょう。ではまた。眩しくて眠い。でもね綺麗なんで、まああともうちょっとだけあの動画の外で撮ってから帰ろうかというふうに思います。ではでは。